山口市民会館は山口県山口市中央2丁目にある文化交流施設。1971年に明治維新100年記念事業の一環として建設された。山口市民会館設置及び管理条例に基づいて設置運営される。根拠条例は山口市の新設合ページに定められたもので、もともとは旧山口市の条例に基づいていた。 新条例制定時に指定管理者制度が導入され、山口市の外閣団体でもある、公益財団法人山口市文化振興財団により運営管理されている。大小の2ホールと展示ホール、エントランス等からなる。大ホールは八角形の空間の一角にステージを有するプロセニアム形式の多目的ホールである。一層式の客席は固定席1410席。 オーケストラピットを兼ねた可動席90席からなり、山口市内では最大の収容人数である計1500席を有する。小ホールは、ひし形に配置された平戸間形式の多目的ホールで、机席の場合200名、一席のみの場合400名を収容することができる。展示ホールは12メートル20.7メートルの長方形の多目的展示スペースである。 これらのほか、施設、エントランスホール、主催者控室等の施設が存在する。軽食喫茶室は閉店中である。ありがとうございます。